の大丈夫です。というわけで今回はですね、成長ホルモンをドバドバ出すための方法ということでご紹介したいと思います。成長ホルモン、皆さん出てますか？成長ホルモン出てますかって聞かれても、いや出てますって言う人はあんまりいないと思うんですが、実は成長ホルモンってすごく大事なホルモンで、例えば子供の頃は当然ね、成長ホルモンっていうのは成長に必要なものであったりとか、身長を伸ばすんじゃないみたいな話があったりとかすると思うんですけど、大人になっても結構大事です。なぜかっていうと、ほら、よくね、ちゃんと寝てないと寝不足だと太るって話ありますけど、あれ実は原因はね、成長ホルモン不足なんですよ。ちゃんと質が高い眠りをしていないと、寝ている間に体内で成長ホルモンが出ないんですね。で、この成長ホルモンが寝ている間に出るとどうなるかっていうと、体の中の脂肪を燃えやすい形に変えてくれるんですよ。で、それで翌日スッキリ起きて、で、まあ目も覚めてスッキリ起きてるから行動力も上がりますよね。そしてゆっくり寝たことによって成長ホルモンがたくさん出ていて、体内の脂肪が燃えやすい形になってるわけですよ。で、この結果、痩せやすい体質になるわけです。一方で、寝不足の人、なかなかうまく寝れない人っていうのは、この運動がね、してないっていうのは問題なんですが、やっぱ寝てないから成長ホルモンが出てないと。だから運動しても脂肪がなかなか燃えやすい形になってないので、燃えづらい。上に運動のやる気とかもなくなっちゃうんですよ。だから、重要なポイントは、寝てる間に睡眠の質を高めて、寝てる間に成長ホルモンをいかに出すかってことが、僕らの人生の質とか、あとはですね、痩せやすい体を作るとか、そういったものをですね、高めてくれるわけなんです。そういうわけで今回は、寝てる間に成長ホルモンをガンガン出して人生変えるための方法についてご紹介したいと思います。はい。で、これ言うと、はいはい、知ってます、知ってますと。うん。睡眠のゴールデンタイムが大事なんでしょっていう人よくいるわけです。昔からありますよね。睡眠のゴールデンタイムって言って、なんか夜10時から、夜2時の間とか、なんかそういう時間帯に、寝ておくと、なんかこう一番ね、体にとってはいいですよ、みたいな。ね、それは睡眠のゴールデンタイムで、ここで深い睡眠が来るんです、みたいなこと言う人いるんですけれども、あれ実はね、科学的根拠ないんですよ。昔そういうのが、なんかテレビだか雑誌だかなんかで流行ったらしいんですけど、実際に睡眠のゴールデンタイムってものは、まあもちろんね、朝方とか夜方とか昼方とかいるんで、何時に寝ると1日のリズムが良くなるかってことはあるんですが、基本的に成長ホルモンの観点から考えると睡眠のゴールデンタイムはなくて、実は人間のにとっての深い睡眠っていうのは寝始めの最初の3時間で起きるんですね。で、この最初の3時間をいかに上手に寝れるかで、成長ホルモンが出るかどうか、ちゃんとたくさん出るかどうか、それともね、不足してしまうかどうかってことが決まるわけなんですよ。だから簡単に言うと、布団に入ったらもうコテッと寝ると、さっと寝て、寝つきを良くすることによって、最初の3時間、その最初の3時間に起きたりとかしないで、ちゃんと深い眠りさえ取れれば、成長ホルモンってのはちゃんと出てくれるんですよ。だから最初の3時間が実は睡眠って、勝負なんですよ。じゃあどうやったらこの最初の3時間の睡眠の質を上げることができるかっていうと、やったがいいこと、3つあります。はい。この3つをやっておくだけで、成長ホルモンがですね、ガンガン出る、体質になるので、まあ体も痩せやすく、なりますし、当然睡眠の質も上がって、寝つきも良くなって、翌日もガンガン動けるようになるわけですね。はい。それでは、成長ホルモンを出すための3つの方法をご紹介していきたいと思います。まずその1。血糖値を下げることです。はい。これ血糖値が高いとですね、睡眠って深くならないんですよ。だからとりあえず寝る前の、にですね、血糖値がガンって上がるような食べ物とかは、避けるということが大事です。まあ、ていうかま、これは皆さん気づいてると思うんですけれども、寝る前に食べ物を食べると、やっぱり寝つきって悪くなるんですよね。消化にね、血が回るんで頭がぼんやりして眠くなるんですけど、これと睡眠の質を相反するもので、逆に寝る前とかに食事をしてしまうとどうなるかっていうと、せっかくの深い眠りに入るはずの最初のゴールデンタイムである、その寝つき、寝始めた3時間の部分で、体が十分に休まらない、消化にね、血液が回っちゃうんで、低状態が起きるので、結構寝る直前に物を食べてる人っていうのは睡眠の質悪くなりがちなんですね。じゃあどうすればいいかっていうと、まあ、少なくとも寝る 2,3 時間ぐらい前までには、食べ物を、ね、食べ終わるという風な癖を、つけておいた方がいいです。だから夜の12時に寝るんだったら、夜の10時までにはですね、最低でもご飯を食べ終わっておくってことをしないと、まあ、寝つけなくなってしまうわけなんですね。で、ここで一応気をつけなくちゃいけないのが、でも夜になんか糖質を取っておいたら睡眠の質が深くなるって大分言ったじゃねえかと、どういうことあるかというふうに思う方いらっしゃると思うんですが、血糖値がね、上がって、で、消化されて上がりますよね。上がって、これが下がり始めるとまた眠くなってくるわけなんですよね。そう、っていうのがあるので、血糖値自体は、取っておいた方が、血糖値が糖分自体を取っておいた方が、睡眠の質は良くなるんですが、寝る直前に血糖値がバーンと上がるようなものとか、食べ物を食べると睡眠の質が悪くなると。だから寝る 2,3 時間ぐらい前までに食事を終わらせる。で、この時には糖質を取っても構いません。夜にですね、てかむしろ取った方が良くて、糖質ってね、朝取っても昼取っても夜取ってもどうせ同じだけ太るんですよ。だったら、よくほら、朝昼は糖質食べるんだけど夜だけはね、夜食べると太るから糖質制限してますって言ってるんですけど、あれ意味がなくて逆にするべきです。逆にして、朝昼取らないで夜だけ糖質を取るという風にしておくと、まあいい感じに睡眠の質も上がるので、いいんじゃないかなということ
ということですね。ただし、食事は寝る前の2、3時間前までに終わらせましょう。ということで、1個目が血糖値を下げておくことです。続いて2つ目。2つ目は体温を上げておきましょう。というのが2つ目のですね、成長ホルモンを出すための眠り方。2つ目のポイントです。体温を上げておくですね。これ寝た後にですね、体温が上手に下がっていくほど眠りは深くなるんです。だからこれは実は、体温が一定以上下がるというか、上がってる体温が落ちていく過程で眠くなるんですよ。だから、いわゆるですね、こうベッドとかに入って、寝る前にお風呂に入って体をしっかり温めておくと、いう風なですね、ことをやってあげると、それが布団に入って、コツはですね、指先とか足先をちょっと出しておくんです、布団から。うん、そういう風にやっておくと、指先とかさ、足の先ってさ、寝る前とか眠くなると暖かくなるじゃないですか。あれどういうことかっていうと、体の内側の体温を下げるために、毛細血管が一生懸命開いて、血を一生懸命送るわけですよね。で、これで末端が暖かくなるわけですよ。で、これで眠くなってきたなって感じがするんですが、あれ要するに放熱してるんですね。指先とか足先ってのはラジエーターになってるわけです。だから、体温を寝る前に、まあ、深部体温も含めてですけど、お風呂とかに入ってゆっくり温めておいて、で、これが下がっていくところを狙って布団に入るというのがベストです。だから、お風呂に入ってからすぐ布団、特に今の時期なんか羽毛布団被っちゃうと、保温されちゃうので、体温が下がらないで睡眠の質が下がっちゃうんで、お風呂から出てから、まあ、30分から1時間ぐらいは本を読むとかして過ごしていただいて、それからですね、布団に入るということをしてあげると、上手に体温が下がってきて眠くなると思うので、この布団に入るタイミング、寝始めるタイミングで体温が下がり始めるところを狙うというのがポイントになっていきます。これが二つ目。体温を、上げて、そして、寝るときに下げていくという考え方ですね。はい。続いて三つ目。三つ目はですね、これメラトニンです。はい。メラトニンの話をするとね、叩く人がよくいるんですけど、メラトニンってね、日本では認可されてないサプリなんですよ。ただ、個人輸入は全然できます。だから、アイハーブとかで全然普通に買えるんですけど、これね、一応ね、僕が試した方法の中で一番睡眠質が上がった方法がこれです。で、メラトニン自体は、もちろんね、持病がある人とか薬を使ってる人なんかは、お医者さんに相談してほしいんですけど、一応科学的にはかなり安全性が、確認されてるサプリでして、1日 3mg から 5mg ぐらいだったら、長期的なですね、安全も保たれるっていう研究は結構多いので、なんで認可されないのか不思議なんですよね。よっぽど睡眠薬売りつけたいんですかね、わかりませんが、はい、だからこういったですね、実は寝つきの良さに関してはメラトニンの分泌量にかなり左右される面が大きいです。僕らって普通に生活していてもメラトニンで体内で作られるんですね。で、この体内で作られたメラトニンの量が一定量を超えるとどんどん眠くなってきて、このメラトニンがちゃんと作られてる人っていうのは夜すっきり寝ることができるんですよ。まあ、これは日中の運動だったりとか日の光を浴びるとかそういうことによって作られるもんなんですけれども、結構これが足りない、あんまり日の光を浴びてない、運動しないっていう風に活量が低いとなっちゃうとメラトニンがなかなか体内でですね蓄積されていなくて、この結果ですね、寝つきが悪くなってしまうということが結構あるんですね。だから、まあ、おすすめは寝る30分から1時間ぐらい前に、メラトニンをですね、まあ、3mg から 5mg ぐらい、取るとですね、びっくりするぐらいですね、寝つきは良く、なりますので、メラトニンをね使ってみるというのもいいと思います。メラトニンに関しては結構ね、睡眠の質を上げて痩せるんじゃないのみたいな研究とかいろんな研究があるので、まあ普通にねアイハーブとかでメラトニンって検索してもらってもいいですし、まあ一応参考までに、番組の概要欄の方にねメラトニンのリンクを入れておきますが、まあ重ねますね言いますけど、これ個人輸入になりますんで、まあ持病がある方とかお医者さんに相談してもらいたいんですが、安全性はかなり高いもんなんで、なんで日本で認可されてないのか本当に不思議なんですよね。なんでなんですかね。うん、睡眠薬売りたいっていうなんかこう陰謀論、僕あんま好きじゃないけど、なんかねこう意図があるとしか感じられないようなもんなんですが、もう普通に自分で、ね、一人はね個人で買う分にはいいと思うんで、興味ある方はぜひ試してみるといいと思います。一応ね、5mg より上はやめといた方がいいです。まあ、一応7とか 10mg とか言っても、あの中期的にはね安全じゃないって話あるんですが、長期的にですねその安全性を確かめた研究とかはないので、まあ、3から 5mg ぐらいまでに留めておいて、まあ、少ない量から試してみるというのがいいと思います。ただこの3つはですね、ぜひですね、やっていただくと、睡眠の質が上がって、ね、成長ホルモンがバンバン出てですね、痩せやすい、かつ翌日スッキリ起きれる、ね、活動量がですね、上がるという、そういうですね、体質に変えていけると思うので、自分もぜひですね、試してみてください。というわけでですね、今日、まあですね、そんな眠り質を上げるための方法、そして眠り質を上げることによって、成長ホルモンもバンバン分泌させて、人生変えるための方法についてご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。僕がですね、やってる知識のネットフリックス、D ラボの方では、さらにですね、睡眠の質を高めて、朝やっぱりスッキリ起きて、即行動したいじゃないですか。朝こうね、バシッと行動して、一日の時間をですね、有効に使いたいと思う方いると思うんですが、この朝ですね、スッキリ起きるためには、メンタルコントロールも実はかなり重要なんですね。そんなですね、朝、起きるのが辛い、朝起きてからすぐですね、行動ができない、時間を無駄にしてしまいがちだという方はですね、今日のですね、D ラボのおすすめ動画、スッキリ起きる
メンタルの作り方、こちらもぜひ見てみてください。睡眠の質を高めるだけではなくて、朝バシッと起きて一日を有効に使うためのですねメンタルコントロールの方法が解説されています。今日の番組の概要欄の方から、今なら20日間無料で、こちらの動画見れますので、ぜひ、チェックしてみてください。そして今日のおすすめの本は、2冊ありまして、まあ、いつものように睡眠こそ最強の解決策であるっていうですね本が結構おすすめです。あとはですね、8時間睡眠がいいよって言われてたみたいに、結構日本とかそうなんですけど、こうなんだろう、この睡眠ってこういうのがいいんですよって言われて、常識って言われた睡眠のですねテクニックとか、っていうのが意外と間違ってるんじゃないってことがですね、いろんな方、研究者が指摘していまして、その中の本でも結構面白いのが8時間睡眠の嘘って本が結構面白いので、こちらもおすすめの本かつ今日の参考文献として、ご紹介しておきます。あとはね、個人的に僕の睡眠の質をめちゃくちゃ上げてくれた方法で、メロトニン以外を上げろって言われたら瞑想ですね。日中の瞑想とか寝る前の瞑想で睡眠質がかなり上がるというのはですね、研究とかでも出てますんで、瞑想もぜひやってみるといいです。で、瞑想に関してはおすすめの本がマインドフルネスストレス低減法ワークブックと本ですね、これが多分瞑想の本で一番わかりやすいと思うので、こちらの本と、あとはですね、今こちらも無料で、聞けますけど、僕が出したですね、究極のマインドフルネスと本があるんですが、こちらの本が今 Amazon でオーディオブックなら無料で聞けるというキャンペーンやってますので、こちらも番組の概要欄の方からおすすめの本と合わせてチェックしてみてください。まあ無料ですからね、損はしないんでぜひ試してみてください。それでは今日もありがとうございました。ぜひ続きの動画、すっきり起きれるメンタルの作り方は、番組の概要欄の方から、今なら20日間無料の D ラボの方からチェックしてみてください。それではまた次回、バイバーイ。